で、あのジークって人は一体何者なの？気になりますか？そりゃなるわよ。駆け落ちした兄に男の恋人がいるなんて。彼だけじゃなくて他にもたくさん恋人がいるんでしょ？確かによく言い寄られたり恋文をもらったりしているようですが、だけど男からというのは稀です。だからその希少な一人があのジークって人なんでしょ？っていうかやっぱり男にも言い寄られてるの？なんでそんなに男にも女にもモテるのよ。私なんか同じ顔してるのに全くモテないわよ。もしかして性格に問題が？俺は可愛いと思いますけどね。あ、可愛い、可愛いって。どうかしましたか？顔が赤いけど、もしかして熱があるんじゃ。え、いや、大丈夫、私平熱が高いから。だけどリヒャルトだって十分男前だし、爽やかで性格もいいし、すごくモテそうよね。実はもう決まった相手がいたりして。失礼します、ラドフォード卿、リヒャルト様。はい。王太子殿下のお召しでございます。至急紅バラの宮までお越しくださいませ。わかりました。じゃあまた後でね、リヒャルト。私白百合の間に行ってるから。こんにちは。うわっ、何これ、部屋中にバラの花。やあフレデリック、相変わらず今日も可愛いな。ジーク、なんでここに？なぜって、決まっているだろう。私にそれを言わせたいのか？あれ、フレットじゃないか。あ、セオラス。これからみんなで一杯やろうと思ってたんだ。ま、座れよ。お酒はちょっと。え、何す、指先にキス、なんてことすんのよ。リヒャルトなんてやめて、私にしておけ。彼は野獣じゃないか。え、野獣？君は知っているか、彼がルーベルンの女殺しと呼ばれていること。ルーベルンの女殺し？そう、どんな女性も彼の手にかかってはひとたまりもない。一晩に 2,3 人は当たり前だ。どういうこと？詳しく聞かせてよ。そうだな、これは私の憶測だが、まず深夜にご婦人の部屋に忍び込む、それからおもむろにベッドに潜り込んで愛の言葉をささやく。愛の言葉？ここからが肝心だ。とにもかくにも始まりの口づけは情熱的かつ優しく丁寧に行わなくてはならない。口づけ？あ、もしかして口移しで毒を含ませるの？でもそれじゃリヒャルトだって危ないのに。毒か、そうだな、ウブなご婦人なら口づけだけで殺せるかもしれない。ウブ？よくわかんないけど、毒の他にも何か武器を使うってこと？器具を使用するのかどうかは知らないが、最終的には男の武器だな。男の武器？もうダメだ。何？何なの？リヒャルトが女の子を殺す話のどこがそんなにおかしいのよ。何？心配することはない、ルーベルンの女殺しに聞けば何でも教えてくれるさ。それこそ手取り足取りにな。手取り足取り、まさか。今頃気づいたのか。もうダメだ。笑い死ぬ。フレデリック、どうした？こんな話を笑って受け流すのも仕事なの？フレッドならできるかもしれないけど、私は女で人生経験だって積んでないのに。おい、フレッド？やあ、先生のお帰りだ。あなたはまたこんなところで一体何を？フレッド、どうかしましたか？別に大したことではない。ルーベルンの女殺しとして少々助言してやれよ。ジーク！
フレッド、どうした？急に立ち上がったりして。フレッド、まさか泣いて。触るな！不潔！リヒャルトなんて大っ嫌い！おい待てよフレッド！本当最低！男なんて大っ嫌い！下品で、スケベで、大バカ野郎で、なんで私がこんな目に遭わなきゃならないの？シリスモンの鉄拳女王と呼ばれた私が男にからかわれたくらいで泣くなんて。だけどリヒャルトがどこで誰と何をしようと関係ないじゃない。私のこと心配してくれたのにあんなこと言うなんて完全に八つ当たりよね。リヒャルト今頃呆れてるだろうな。ミレイユは一体どうしたんだい？帰ってくるなり厨房にこもるなんて。それが明日の朝食用にパンを作りたいとのことで。どりゃー！ひと休みですか？リヒャルト！なんで帰ったんじゃなかったの？帰ったけど、あなたが心配だったから戻ってきました。そしたら、案の定、厨房の方が騒がしくて。別に、パンを作ってただけよ。そのようですね。随分勇ましい掛け声でしたが、元気が出てきたようで、安心しました。聞いてたの？聞こえたんです。いいでしょ？ここは王宮じゃないんだから文句を言ったって。フレッドがあなたを大好きな理由が、わかる気がするな。そんなこと言ったの？あの子言ってましたよ、ほぼ毎日。あの子が好きなのは自分と同じ顔をした私なのよ。自分大好きっ子だから。妹と両思いだとか自慢してましたけど。な、何それ気持ち悪い。でもあなたも相当フレッドのことが好きでしょ。そりゃ兄弟だし嫌いじゃないわよ、もちろん。っていうかバカだけど結構すごいなって思ってる。へえ、どんなところがですか？フレッドが養子にもらわれるって聞いた時私すごく泣いたの。言っちゃ嫌だって、お兄ちゃんがかわいそうだってわーわー泣いた。ママもおじいちゃんも困った顔で黙ってたわ。そしたらフレッドが私を外に連れ出して行ったの。かわいそうなのは僕じゃない、ママなんだ。だから、ママの前では泣かないであげてって。よその家にもらわれるんだから、寂しいに決まってる。でもそれを口に出さずに、ママの心配をするなんて、お兄ちゃんは偉いなって、子供心に尊敬したわ。多分、あの時のことが、まだ頭に染みついてるのよ。一種の刷り込みね。いや、失礼。おかしくて笑ったんじゃないですよ。あなたがあまりにも彼の言う通りの人だから。ちょっと、まさかあなたたち私を魚にして楽しんでるんじゃないでしょうね。というか一方的に聞かされているというか。いやー、もう最悪。なんで怒るんですか？だってどうせろくでもないことを聞かされてるんでしょ。五番街区の男の子全員と喧嘩して泣かせたとか、床下の壺にちまちま小銭を溜め込んで毎晩寝る前に数えてるとか。頼もしいですね。え、聞いてなかった？可愛い妹がいるっていうことだけですよ、聞いてるのは。いいのよ、今さら慰めてくれなくても。あ、ねえ、そういえばリヒャルトとフレッドってどこで仲良くなったの？ああ、貴族の子弟が通う寄宿学校で同級だったんですよ。だけど彼は公爵霊側で国王陛下の甥気味、俺は成金と陰口を叩かれている商人上がりの男爵の孫。本当は接点なんてなかった。成金って？一代で財を成した有名な実業家を貴族の方々はそう呼ぶらしい。で、俺はそれを理由にいじめられていて。いじめ？リヒャルトが？はい。我慢していたけれど、ある日とうとうこらえきれなくなって、
暴力沙汰を起こしてしまったんです。それを仲裁してくれたのがフレッドでした。彼も俺と似たような境遇だと知って親近感が湧いたんです。フレッドの前ではただの子供でいられた。そうだったんだ、二人の間にそんなことがあったなんて。ま、すみません、勝手にいろいろ喋ってしまって。ううん、聞けてよかった。リヒャルトって嫌なことがあっても誰にも言わないで溜め込む方でしょ。え？泣きたい時には泣いた方がいいわよ。我慢しすぎるの体に良くないと思うし、無理しちゃダメよ。泣くのが嫌なら私みたいに暴れるっていう手もあるし、とにかく無理はしないで。ありがとう。そういえば以前にも同じことを言ってくれた人がいたな。誰？恋人？あなたのお兄さんですよ。